忍びの道を貫くために。いってらっしゃい。超秘伝忍法書を持つ者同士が戦ったらどうなるんだろう。私とホムラちゃん、どちらかが死ぬのかな。きっと忍びになったらこんな思いをすることの繰り返しなんだろうな。生きていることを確かめるために戦う。ホムラちゃんはそう言っていた。私が一生懸命に戦えばホムラちゃんは生きていることを実感するのかな。みんないろいろな理由があって戦うんだ。だから迷ったり悩んだりしてる暇はない。私も忍びになるために戦うの幸せを影から守りたいから。そのためにも忍びクラスを廃止にはさせない。絶対に陽の超秘伝忍法書を取り返してみせる。超秘伝忍法書はアスカさんに任せましたけれども、私も最後の戦いのための準備をしないとなりません。私にとって忍びクラスのみんなは家族同然です。絶対に守らなければならない、この命を懸けても。さあヒエン、行きましょう。最後の修行です。
当たり前ですわ。この力、この力さえあれば私の大事な家族を守ることができる。私はクラス委員として誓います。今度の戦いで誰一人死なせたりしないと。とうとう決戦か。あたいの力がどこまで通用するか。今のままじゃまだ不十分だな。あたいの気持ちが拳に乗らなきゃエビジョの連中にも伝わらないだろうし。せっかくの大一番だ。悔いは残さないようにしないとな。よし、あたいも一丁修行といきますか。
難しいことは考えないでいいか。あとはなるようになるさ。このくらいどうってことないぜ。この技いい感じじゃないか。大切な人を失うぐらいなら最初から何もない方がマシだ。俺はずっと一人でもいいと思っていた。でもひばり、お前が俺の中にスッと入ってきた時、やっぱり一人は少し寂しいと思ったよ。最初はやかましいと思っていた他の仲間も、今じゃ俺の大事な一部分になってしまった。失いたくないものがこんなにできるなんて思わなかった。失うのは今でも辛い。しかし失うことを恐れて一人で生きていくのはもっと辛いんだな。もう俺は一人じゃない。どんな修行でも耐えられる。大事なものが増えると強くなれるんだな。俺がこの力を使う理由はただ一つ、ひばりと仲間たち、ただそのためだけに。これで満足はしていられないな。
決めた以上は迷わない。ひばり、もっと強くなる。強くなって私たちを倒すってわけね。はるかさん、ちょっと冷たくない？黙っていなくなるなんて。ごめんなさい。私たちのことを知ってもそれでもやっぱり嫌いだった？そんなことない。ヘビジョのみんなもいい人だって分かってる。ひばりは。いいのよいいのよ、ここが元々のあなたの居場所なんだから。はるかさん、でもここをずっと居場所にしたいのなら超秘伝忍法書を取り返さないとね。うん、できる？やってみせるよ。次に会う時は楽しみね。もちろん手加減はしないわよ。分かってる。それじゃさようなら、ひばり。はるかさん、さようなら。さあ修行をしなくちゃ。はるかさんをがっかりさせちゃ悪いもんね。戦う前にちゃんと返せばいい。よし行こう。
ビジョン。必ず超秘伝忍法書を取り戻すんだ。おかえり、お前たち。キリア先生、これで私たち今すぐにでもエビジョに行けます。明日は休暇にする。休暇ってどうしてですか？決戦前日はみんな好きなように過ごしてほしい。わかりました。先生、何やってるんですか？キリア先生、心配いりません。蛇女との戦いは私たちがケリをつけます。しかし、俺はお前たちを死なせた。もし死んだとしても、いえ、本当は死にたくないですけど。でも後悔はしません。忍びとして目的を持って死ぬのであれば本望です。大丈夫、心配無用です。私たちは絶対に生きて帰ってきますから。よし、みんなでエンジンだよ。ほら、キリア先生も早く入って。ああ。みんな、ヘビジョに勝つよ。場所がバレちゃったから警備が厳しくなっているんだね。みんなは大丈夫かな。バラバラに分かれて侵入することになったけど。みんなのことを心配している場合じゃない。まず私がしっかりやらなきゃ。よし、グズグズ考えてもしょうがない。私らしく正面突破で行くよ。
待ってて、今行くよ。